あの枕から少し浮かさないとできないんですよ。このままいちゃいけないんだ、ずらす必要もあるんで。だからあの枕についてるのは後頭部の真ん中です、ずっと。面白いですね、人間ってのはこれほど簡単なことも大変なんですね、初めて。そうそう、ずっと後頭部の一点がずっと床にからちょっと浮いて、まあこういうふうに変わります、で右手つけてお尻の穴に近づけて、はい、頭回転してますよ、中野さん。じゃあ今度左やってみましょう。別に最初からパーフェクトにできるとは期待もしてないし必要もないです。はい、十分でしょう。休みましょう。鼻を床にちょっとつけて、そのまま右耳を右肩に近づける。で、戻す。それだけです。あ、中田さんできましたね。うん、じゃあ今度左の方行ってみましょう。長野さん、左両手をちょっと離してください。そうそうそう、で肘はもうちょっと近づけた方がいいかな。あ、まあそのままで、うん、はい、十分でしょう。休みましょう。仰向けで休みましょう。手のひらを頭のてっぺんに乗っけて、でもうちょっと、そこから左耳に近づけてください。手のひらを、後ろ後頭部じゃなくて、そう横からです。でその手を使って少し頭を、持ち上げてみましょう。うん、で下ろして、ちょっとでいいですよ。うん、そうそう、これが、今やってたことです。うん、うん、で今度右手を離して、右手をお尻に置いて、で、頭を自分の首の力で持ち上げてみましょう。体の力で、うん、そして手を伸ばしていく。うん、両膝曲げてみてください、今度。うん。手のひらはお尻の上からお尻の穴に向かっていくだけですよ。これがやっていたことです。はい、十分でしょう。休みましょう。先週お話ししましたよね。フェルデンクライス博士が、脳梗塞の女性を扱った時に、
右手というのを一生懸命教えるんだと、仰向けで。でこれが右手ですよというのが分かって、水温度をうつ伏せになった途端に右手ではどっちですかっていうと左手を上げるんですね。人間の脳っていうのはその姿勢を変えただけで何かその大きな変化が起きるみたいなんですね。だから同じことをやってるにもかかわらず、ある姿勢ではできるんだけども別の姿勢ではできない。でフェルデンクライス博士のその大発明の一つというのは、例えば歩くっていうことを学習するときに歩きながら学習する必要はないんだと、仰向けでも歩くことを学習することはできるんだと、これがすごい発明だったらしいですね。じゃあもう一回、両手をお尻のつけて、交互に右のお尻に手を近づけたり、左手をお尻に近づけたりやってみましょう。でそれに頭もつけていきましょう。頭はもう好きなようにやってください。回転させるもよし、滑らせるもよし。良くなってますね。いいですね。もう胴体自体がぐる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 動き出したの分かります。背骨もぐにゃぐにゃになりだしましたね。じゃあ今度は頭の方向を逆にしてみましょう。伸ばしている方の反対側へ頭を持ってってください。ゆっくりやりましょう。フェルデンクライス博士はこんな言葉を言ってますね。急いではダメです。でスピードっていうのは動きが正確になった時に自然と出てくるもんだと。はい、十分でしょう。休みましょう。呼吸の出入りの場所は変わりましたか？お腹は膨らみましたか？胸は膨らみましたか？足の向きはどうでしょう？左右開き方が最初とは変わりましたか？